現場の西山さん。はい、12月2日ラーメン西山屋天気予報の時間です。カメラ君ちょっと空見ましょうか。はい、どんな感じですか。そうですね、暗くてわかんないですけど曇ってるように見えますね。今日は曇りです。曇りのち晴れ、はい、で最低温度が8度、最高温度が13度、はい、今の気温が9度ぐらいですね。そうですね、寒いですね。寒いですよね、はい、カメラ君本当は今日天気予報やりたくないんですよ。いや、やりたいっす。今何やってるか知ってます？今ですか？はい、ワールドカップでやってますよね。ワールドカップですね。見たいですか？見たいっす。早く見たいっす。早く見たいですか？はい、しょうがないですよね、今日天気予報ですからね。そうっすね、天気予報やらないといけないですからね。はい、今勝ってます日本は。今は負けてます。負けてますか？はい、今前半戦ですよね。はい、今4時半ぐらいです。はい、じゃあカバラ君の出身はどこでしたっけ？青森です。青森どこですか？青森の東北町ってとこですね。東北町、誰か有名人とかいます？はい、いや全然いないっすよ。じゃあ美味しいものは？シラウオ。シラウオですか？はい、うなぎも取れます。うなぎも取れるんです、すごいですね。シジミとか。シジミも取れるんです。はい、サッカー見たいですか？見たいっす。早くやめてほしい感じの。はい。じゃあ行きますよ。はい、じゃんけんポン。何ですか？蝶々です。あ、正解です。アリス。アリス。